19世紀に描かれた創造図アウグストゥス病は、紀元前28年に、初代ローマ皇帝アウグストゥスが、ローマのカンプス、マルティウスに築造した、大規模な霊病である。現在は、一般公開されておらず、長い期間放置されていたため内部の大理石の壁面は略奪され、建設当時の美しさは保たれていない。廃墟となった今でも、カンプス、 マルティウス北端部のランドマーク的建物の一つである。エスクイリーの広場に移設されたオベリスククイリナーレ広場に移設されたオベリスクアウグストゥス病は、紀元前31年にアクティウムの海戦に勝利し地位を確立したアウグストゥスがローマ市内の再整備に取り掛かった時の最初の施設である。霊病は、同心炎上の建物に円水系の屋根が被せられ、その上には、 糸杉が植えられ、中央にはアウグストゥス像が乗っていたと推測されている。屋根で覆われていた下の部分が埋葬室であった。アーチ屋根に覆われた入り口の左右には、バラ色の花崗岩で作られたオベリスクが建てられていたが、これらは現在は、エスクイリーの農家のサンタマリアマチョーレ、大聖堂北西横とクイリナーレの丘の噴水のところに移設されている。霊病の大きさは、 高さ42メートル直径90メートルである。入り口を入ると、まっすぐ中央の埋葬室に通じており、遺界の入った黄門の骨壺を収める三つのニッチがあった。ここにはアウグストゥスをはじめユリウス・クラウディウス朝の人々の遺界が収められていた。410年の西豪都族の王アラリック一世による、ローマ略奪で霊病の屋根は破壊され、 黄金の骨壺に入った絵柄は散逸してしまったとも言われている。中世になり、アウグストス病は城として改築され、有力貴族コロンナ家の持ち城となった。12世紀、コロンナ家がコミューンオブローマとの戦いに敗れたため、この城は廃城となり破壊され、現在のような外観となった。1930年代、アラパキスの復元と前後して、アウグストス病も、 再整備し公開された。国家統領ベニート・ムッソリーニがイタリアのファシズムをローマ帝国の輝かしい歴史と結びつけようという意図を持っていった事業であった。ムッソリーニは自身がアウグストゥスの生まれ変わりとして新しい偉大なイタリアを作り上げることを想定していたという。この時に周囲に立ち並んでいた住宅を取り壊したため、 現在は空堀に取り囲まれた緑豊かな景観となっている。ありがとうございます。